なるほどね。めっちゃいる。めんどくさ。こいつを起点にするか。あ、パラデン。ティアマトさんと同じか。ティアマトさんの方が強いね。キラー持ちが多いな。お、盗めない。くそ！毎度お世話になっております。ファイアーエムブレム、本物によくしく実況プレイ、続きをやっていきます。よろしくお願いします。フォルカ、追悼中です。リブローいる。リブロー欲しいよね。ここに到達すればいいのか。全員殺す必要はないんだけど、倒してしまっても構わんのだろ。ナイトキラー持ちはいるんだよね。貫きの矢、ナイトキラーか。まあよかろう。ではメンバー選出をしたいけど、あ、そうか、前に補充できないのかこれ。ああ、フォルカを失ったのはものすごく痛いな。マジですか。あと2人選べますって書いてある。あ、そういうこと？選べないじゃん。あ、こういうことか。なるほどね。じゃあどうしようかな。マカロフな。マカロフ、ラグズ系統の攻撃を持ってるやつがいるから、エテとモーディはちょっと連れてきたくないな。怖いもんね。そうなると一人はティアモズさんだな。めっちゃ鋼の斧持ってんな。あと一人はここでお前が使えたらいいんだけどな。リブローとリライブ盗むためだけに使えたらいいんだけど、この人捻挫しちゃってるからな。サザを使えるようにしたらボーレも必然的に使えるようにしなくちゃいけなくなるからね。それはダメだ。それは俺の自分で作ったルールを破ることになってしまうからね。じゃあマカロフ来るか。マカロフに鋼の槍とかって誰か持ってなかったっけ。あ、ガトリーが持ってんのか。鋼の槍持たせてあげたいけど、アイテム交換とかここじゃできないんだよね。じゃあマカロフじゃなくていいや。ガトリーに来てもらおう。ガトリーに来てもらおう。ガトリーとティアマツさんで増援はね、持ち物整理できるじゃん。ティアマツさんね、槍使えるんですよね。だからね、ティアマツさんを槍装備にさせて戦わせるってのもありだね。交換で、オスカーどうするかな。使うかな、オスカー。微妙なんだよね、ステータスが。ここから4レベル上がってもな。もう今後使っていくメンバーをほぼ絞っちゃってる状況だから、オスカーはもういいや。オスカーはそこで見ていてくれ。うん。マカロフは使うかもしれない、状況によっては。流れによってはマカロフにも出てもらうかもしれないね。はい、じゃあ行きますか。いたぞ、クリミアの傭兵たちだ。囲め、一人たりと生かして逃がすな。血のセリフだボケ。お前らのせいでな、俺の大事な嫁が一人ヒルロイのところに召されたんだよ。絶対に許さん、絶対にだ。自力で追いついてくるだろう。ティアマツさんとガトリーだったら心配ないな。さて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 、ここのマップ怖いな。誰で釣るか。ショートスピア持ってるやついるし、まあてかもうすでに射程内に入っちゃってるし。おい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 、とりあえず釣るんだったら、ちょっと待って、まずこの連中から片付けよう。この辺に持ち物を鉄の剣に変えて放置で、ステラさんを注意下げ、あとはバルケ先生は前に、アイクの近くにいてもらおう。これまた後ろから来るパターンがあるか。これそれがあると怖いからな。うん、あるよね、前から来るパターン。こいつら手あり持ちかなら、ここに置くと危険だよね。ちょっとだけ前進。よし、こんな感じですかね。とりあえず終了だ。お、来た来た。自分から接近してくるタイプか。ちょ、怖いなこれ。射程内に入らなくても近づいてくるんだ。効かぬわ。マーシャ本気出しちゃった。手心を加えてくれてもいいんだよな、本気でやんなくても。そうそう、そんな感じ。鉄の剣でクリティカル出さないで。わ、近づいてくるんだ。これめんどくさいな。中央突破しないと。うーマジか。どんどん来る。お前らちょっと落ち着け。ここ早く抜けないとやばいか、もしかして。相当敵が突っ込んでくるな。銀の槍持ち。そうだよね。のたのたしてると、後ろからバッサリだ。どっちも、どっちも、どっちも、どっちも。よし、じゃあ、先生じゃない。ショートスピアとかもナイトキラー持ちがいるな。ここちょっとバルケ先生でやらせる。あ、こっちはあれか、マーシャがやればいいか。ナイトキラーが効かないというね冗談みたいなユニットだな、マーシャは。おら、悔い改めろ。で、こいつ殺せそうだな。手あり。よし。引き戻して。イレイスさんはね、普通に接近してくる敵と戦っても全然いけるからな。小スピか。小スピはちょっとバルケ先生にやってもらうか。おらおらおら。鋼の剣がもう残り少ない。やばいな。これじゃ倒しきれん。銀の体験で弱らせて、誰かが撃つか、残りは。ボークカティだと、あ、ボークカティの方が弱いのか。インの体験強かったんだな。無駄に振りまくっちゃったよ。おっ来た。28箇所の刺し傷、確実に殺したかったんだろう。さすが先生。まさか1回で葬ってしまうとはな。やるねえ。あとはそうですね、こいつらもちょっと早くやっちゃわないとまずいよな。ネフェニがテアリーマンをやるか。24で10残る。ただセネリオでやれるか。おっとっと、キラーランスしまわなければよかった。あ、指散りしてたのは俺だけじゃなかったんだな。みんな同じ気持ちだったんだ。悲しいのはフォルカを失ったことじゃない。フォルカを失ったこの怒りが風化してしまうことだ。そうだろうみんな。俺たちは立ち止まるわけにはいかない。その先にフォルカはいるぞ。うおー、これが俺たちの怒りだー。今のはサンダーだ。エルサンダーではない。強すぎるこの人たち。マジ安定感パネース。いやー、イレースさん強い強いよね。幸運値が高い魔導士ってやばいんじゃないかな。ポンポンクリティカル出すよこれ。やばいぞ本当に。知らないぞ。バルケ先生にそんな汚えもん投げんじゃねえ。こいつらの手ありはうんこと同義だからね。だからなんだハゲ。お、迂回してきた。なんかあんのかそこ。ああ、あ、これ、ここでさ、マーシャとバルケ先生で押さえてさ、後ろから遠距離持ちで攻撃するっていうのありだよね。クソ、リライブ持ちか。おお、ガトリー、ティアマツさん。もうここだな。待ってるよみんな。頼もしい助っ人の到着だ。間に合ったかしら。私が来たからには敵の思い通りにさせないわ頼もしい。やだ。やだこの女傑、頼もしい。よしよし、いいぞ。じゃあここはガトリーとティアマツさんに抑えてもらうか。ナイトキラーはいるか。こっちがいないね。お、意外といけそうだなこれ。ナイトキラーは後ろに控えてるか。こっちにいるな。ラグズランスを持ってるやつはこっちにラグズいないから。で、団子になってるなマップ兵器打ち込みてえ。ここにハイパーメガバズーカランチャー打ち込みてえよここにな。じゃあこいつらってどういう風に来る。ここを押さえちゃえ。ここ通れんのか。そうか、こいつ邪魔だな。鉄の槍、鋼。あんま強くないな。弓持ちがいるけど、まあ弓持ちはマーシャにとっちゃな別にどうという敵ではないし。とりあえず貫きを先にやっちゃうか。回復させてーの。慎重に戦えば誰も失わずに済む。鉄の剣使い続けたいんだけど、ちょっとな倒しきれないな。鋼でやっちゃうか。めんどくせえや。ちょっと数減らさないとね。多すぎる、ここ。お、槍のレベルがアップした。ここはバルケ先生とマーシャの2人で抑えてもらえばいいから。鋼の剣も本数少ないな。あ、バック。おい、フルバック。先生に鋼の剣を渡すのです。先生、新しい鋼の剣よ。古いのと交換しよう。このために連れてきたからね、アイクは。もはやただのキャディーさんだよ。おい、垂れてるなー、ネフェニーさん。もうちょっと元気よくレベルアップしてくれてもよかったんだけど。技はまあ技はいいか。うん、技はいいよ。技はいいと思います。次から次へとやめろ。先生のゴルフバッグだぞ、そいつは。フルガードはジルに渡した方がいいかな。サンダースプリットウィンドウでいいや。よし。で、こいつも倒しちゃいたいな。アイクが意外といい削りマンしてくれるから使えなくはないよな。マーシャだとね、やっちゃうからな。羽の弓がこっちから来る。こいつをやるか。マーシャここでこいつの餅つきをするか。こんな感じで、ちょっとイレさんは普通に戦ってほしいから、下ろさないでな。ミスト。で、捨てこうが、撃つ。オッケー。これでレベルアップ。セラさん、ここで、強い。あ、速さカンストしました。おめでとうございます。これでステラさんは、多分このマップでクラスチェンジできそうだね。ティアマツさん、ロートル言われてきたけど、まだまだ遅れは取らんよ。そう。めんどくせえな、リライブ持ち。こいつから先にやるか。こいつがそこにいるとな、邪魔でしょうがないよ。この鋼の弓は、ステラさんに取らせるか。そうだね。ここに入って、こう。オッケー。で、いい感じにこれ囲めたから、セネリオがウィンドウでいじめまくれる。で、セネリオの経験値にしちゃおう。もう、突入してくる。あ、突入してくるね。これは、アイクを盾にしない。うわぁ、聖水しか持ってね、こいつ。最悪だわ。アイクっていつクラスチェンジするんだろうな、そういえば。ずーっとソルジャーのままなんだけど。ソルジャーだっけ？剣士か。いい加減クラスチェンジしてほしいよ、この人。ステータス的にはね、結構強いんだけど。どこまで行くねん。ソードナイト。うん。強いんだけどね。魔力が無駄にあるっていう。ジル。ちょっと今んとこ、全然いいとこないよ。下流でさ、鋼。鋼でいけるか、こいつ。よし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 。頼むぞ、ジル。希望という名の、お前なら、よし！お、来た来たー、ジル。ジルの輝き。見たか、これが。ジルの輝きだ。天地開闢の時代から続くジルの輝きだ。それ！デュクシ。こんなごつい鎧着た男にタックルされたらミスト骨バラバラになっちゃうよ。かわいそうに。ミストは何をしたって言うんだ。あっ、抜けてきやがった。おお、危ねえ。そんなにちゃんと移動範囲見とけって敵のゾーンへ来るんだ。これのこの軽率な行動でさ、何度ミストをキルロイの口に追いやったことか。いや、でも大丈夫だな、こいつ。大したことねえわ。魔法、いいね。魔法は嬉しいよ。魔力が上がってほしかったけどな。まあ、まだレベル15ですから。よし、じゃあ、ちょっとここで終了しますか。長くなっちゃったな。ほい。このマップは多分次で全滅できるんじゃないかな。結局全滅させそうだしね。ここまで行くためには。はいはい。じゃあ、今回はこれで終了します。お疲れ様です。